あ、ここっぽい。あ、ここだ。あ、ほら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 。ザ・ワン・ラチャだって書いてあるもん。お、マジか。いや、ここまで来んのちょっと汗かくよ。今移動の距離とかもそうなんだけど、ほんといろんな、あ、すーげー綺麗。俺の思ってるそのナイトマーケットのそれとは全然違うわ。マジか、すげえ。こういうオブジェが置いてあるんだよ。俺が行ったさ、どこだっけ、以前前回のタイ旅行で行ったナイトマーケットはこんなんじゃなかったね。ジョットフェアーズマーケットはね、もうちょっとなんかこう狭くて雑多的な感じだったんだけど、ほらすごいじゃん、このザ・ジャイアントパパヤって書いてあるからね。すごい、全然人いね。平日だからやっぱいないんだな。でもいろんな、まあそうか、ちょっとお店とかも今閉まってんのかな、もしかして。あ、だってやってないもんアイスとかちょっとなんか食べ歩いたりとかしたいなと思ったけど、全然無理そうだもんね。あ、でもいろいろ、あ、こっち側ちょっと行ってみようか。 T シャツとかさ買いたいんで、俺サングラス売ってねえかな。ちょっとやっぱ土日だね、栄えてるの土日なんだろうね。あ、これ知ってる知ってる、これコンビニとかでめっちゃ売ってんだよね、これね。なんかだから、タイでいうところのあのうまい棒みたいなことでしょ、ベビースターとかそっち系だよね、多分キャラクター的な。本当にいろんな店やってんだな、すげえな。うわー、カメラとかこんなんだって、うわこれ超昔の、俺おもちゃとかなんかで売ってたよこれ、4色カメラ。こんななんだ、すんげえ。これスパイとか使ってそうじゃない、このちっちゃいカメラ。めっちゃちっちゃいのこれ、もう俺の指ぐらい。そうでもねえか、あでもちょっと遠近感があるから指よりは大きいんだけど、でもそれぐらいの大きさ。うわー懐かしい、これとか年季入ってんじゃん。これ中古でしょ、中古、流れに流れてきた感じするよねこれね。どうしよう、なんか買って、しかも食いたいんだよね俺。なんでか、なんで食いたいかっていうとね、俺は今お昼ご飯を先ほど食べたんだよ。夜7時半から8時ぐらいに、今ね9時なんだけど、夜7時半か8時ぐらいに俺はマクドナルドでお昼ご飯を食べたんだよだからこれから夜ご飯を食べてんだよ。お昼ご飯と夜ご飯のインターバルはわずか1時間半から2時間ほどだけど、食いてえなって思ってんだよね。だってせっかくタイに来たんだぜ、食うよ俺。今日のために金貯めてきたんだよ俺は、使うんだよ。もう俺は食えなくても Thank you。 ポリシーフー、こんにちは。こんにちは、ハローハロー、こんにちは。すごいすげえ、めっちゃ引っ掛けてくんな、すごいな。めっちゃ元気じゃん、すごい。あれはちょっと後で寄っていこう。俺の T シャツってか、俺それよりもマジで T シャツを買いたいのと、あとマジで飯を食うっていう。あ、こっちこっち。でもサングラス売ってねえな、サングラス売ってないんだよな。やっぱ思った以上にナイトマーケットがちょっとまだ来てないね。俺基本 T シャツはさ、そのタイで買って安く使って捨てるっていう、そういう感じなんですよね。だからもう T シャツ使い捨てだからさ、ちょっとその使い捨てるための T シャツを買いたいんだけど、あんまりにも奇抜なのとちょっと困るなってのと、あとパタヤに行くから、あの T シャツじゃなくてシャツでもいいかなと思ってんだよね。なぜかというと俺は下にあのエアリズムを着てるからさ、エアリズムオン T シャツはちょっとめんどくせえなっていう。やっぱシャツが一番楽だよねっていう。さっきのシャツ行くか、200バーツのところの。でもうこっからは飲食だもんね。ちょっとさっきのお姉ちゃんのとことか、じゃあ飯食うときあそこで食うか。なんかさ、メンズとか売ってんのか分かんないけどさ、これメンズって聞いたらさ、絶対なんかメンズメンズって言いそうじゃない？なんかもう何でもいいから買ってくれみたいな感じすごいしそうだよな。いやここちょっとダメだな、ここで売ってないから。やっぱパタヤのナイトマーケット行って、ここは飯食うしかねえかな。さっきのところで食うか、しょうがねえ。じゃあぼったくられに行くか、ね、さっきのめちゃくちゃ営業ぶち込んでた人のところ行くか。じゃあとりあえずそこでドリンクを注文する感じ で多分そこでなんか飯を作ってくれてっていう感じでしょうね。よくわかりませんシステムが。でもとりあえずこれを、ドリンクを頼みました。このライチスムージー、こいつを頼みました、80番。そして
この中からメニューを選ぶといいですね。早速じゃあ注文しましょうか。さあ2品注文しましたよ。いいですね。ちゃんと僕ね、あの胃薬持ってきてるんですよ。だからあの何かあった時は胃薬に頼りますっていうぐらい結構いろんなものを食べて飲んで美味しくいただきたいと思っております。ただ問題が一つありまして、胃薬がもうわずかちょっとしかないっていうね、大丈夫なのか不安なんですけれども、第一三共の胃腸薬を持っております。これです。残り2つです。これあ、これでピントが合う。これぐらいがちょうどいいのかな。で、夜ご飯用のこのね、こいつですよ、ビオ3。これ僕愛用しておりますので、このビオ3も美味しくいただくという感じでございますよ。じゃあまず早速ね、この来ましたライチスムージー、真っ白だからライチの皮の色想像するとさ、真っ白ってなるんだけど、これは一応間違いないですね。ライチの白、ライチは中身が白ですからね。じゃあいただきます。ライチ、ライチ、うんまっ、うんまっ。皆さんが想像してるライチ、あの味が冷たくフローズンでやってきてます。めっちゃうまい。しかもよくさ、フローズンってその飲むとさ、溶けてないからさ、氷だけ残ってさ、ズルズルズルって、ここまで残ってんのに、どんどんそので水分がないから飲めない、吸えないみたいな、氷をゴリ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 削っては溶かしてみたいな繰り返してくるじゃんじゃないの。もう今常夏、今現在の気温が28度、だからこいつ溶けてんのよ。だからこれを飲み続けてどんどん溶けていって、それで飲んで溶けて飲んで溶けて、ちょうどよく冷たく美味しくいただける感じ、最高だよこれ。うん、でしかもちゃんとスワーって吸うとスムージー部分、氷の部分もちゃんとね入ってくんのよ。いや、めちゃくちゃうまいわ、最高だね。なんか常夏だなっていう感じの音楽も流れてるし、最高です。じゃあとりあえずメニュー頼んだ料理が来るまで待ちましょう。来た料理が、まずこれなんだっけ、なんかフライドなんとかウィズライスなんとかチキンだった気がするちげえな、なんとかフライドライスウィズフライドチキンだった、フライドフィッシュ か魚のチャーハンみたいな感じだと思います。おー、ちょっとまだもう一品来てないけど、とりあえずこれ食うか、あったかいうちにね。いただきましょう。このさ、このソース、これちょっと見て、これこのソースさ、俺がうまいって言ってたやつじゃない、これ多分そう。ちょっと舐めてみるか、これ来た OK、Thank you、 オープンか、来た、もう一品来ましたよ。ほら見てください、これなんとかロールです、チキンロールかな、うん、すげえ。このね、ちょっと見てこのお花、これ何かっていうと食用で使うお花なんです。僕昔アルバイトした時にこれ使ってました。デンファレって言うんですよ、この花ね。ちょっとした豆知識でしょ、デンファレね、食べませんよ絶対。でも消毒して料理に添えるっていうね、これは定番でございます。じゃあまずこっちいただきましょう。先にちょっとこのタレを、これいや違うかな、酸っぱいやつ好きなんだけどな。あ、これじゃない、これじゃないね、これはなんだろう、これわかんないけど、まあいただきます。うんまっ、うんまっ、もうパラッパラ、フライドだからやっぱ食感というか、その食べ方がチャーハンなんだけど、めちゃくちゃフライド、油がめっちゃうまい、魚の油がさっぱりさっぱりしっとりなのよ。でもご飯パラッパラ、超うめえ。うん、でこの辛いソースも加えてめちゃくちゃうまい。これもいただきます。うまいわ。なんかお客さんより店員さんの方が多いな。チキンロールめっちゃ熱い、めっちゃ熱いけどうまい。
めちゃくちゃ日本語で営業かけてる。こんにちはって言ってくれる。これうまいな。これめちゃくちゃうまい。熱々だしめちゃくちゃうまいわ。これ酒のつまみ最高だね。ビールとか各種揃ってますからね。僕はあのライチジュースでしたけど、あのいろいろビール揃ってるよとか言ってました。あの酒とか言ったから日本酒もあんだね。結構いろんなの揃ってますね。めちゃくちゃお腹いっぱい完食です。ごちそうさまでした。ザ・ワン・ラチャダーの入り口にですね、こういうのがあるんですよね。で、まあこのね、右とあとこの左側にあるこいつ、こいつって言うとちょっとあれだけど、ガネーシャみたいなね、このゾウさん、ゾウさんとこの右側のそのお坊さんみたいなやつは、あのちゃんとした神様を祀ってると思うんですけど、この目の前にあるこのドラゴン、こいつは分からねえなその俺もともと別にタイ自体に詳しくないんだけど、これ何を祀ってんだろうね。何の説明もないからね、よく分かりません。ただおどろおどろしいのは間違いない。ゴジラの敵に出てきてもおかしくないですね。ちゅうことでワンラチャダーでございました。もうなんかね、飯食ったじゃん、すげえ腹いっぱいでもうなんか本当はもう1品とか2品頼みたいなと思ったけど、食い終わってでカメラ止めて、ふうごちそうさまでしたって言ってふうってなったら、もう何にも飲みたくも食いたくもなくなったもうね、すげえ腹いっぱいになったのよ突然。ただ今はもう何かを食べたいとは思わないけど、飲みたいとは思うんだよね。お酒はちょっと微妙なとこだけども、でもなんかお腹に水分を入れたい、てか多分そんだけ汗かいてんだろうね俺ね。だ食事よりも水分欲しいなっていうのが正直なところ。だからそうだな、まあでももう多分ね、ホテルに戻って今日は寝るんじゃねえかなと思いますね。あの疲れた、やっぱ飛行機の移動って慣れないから僕はね。で特にエコノミーで睡眠を取れたわけでもなく、食事も取らずにこうじっとこう我慢したから、ちょっと精神的なね疲れみたいなのがやっぱり強いかなっていう感じです。まあ、ただあのザ・ワン・ラチャダ、ここのマーケットの行き方、あのよく分かりましたので、なあのショッピングモール経由してもいいし、今その帰りをね、あの歩いてる人たちの群れにですねこうついていってるので、あなるほどと、ここに繋がってるんだっていうね、なんか別のルートの行き方も分かりましたので、もう次からはザ・ワン・ラチャダパツッと行けると思います。もう今10時48分ですよ。あの現地タイ時間でね、日本時間じゃないですよ、タイ時間でです。だいぶ疲れました。で先ほどコンビニに寄りまして、で、買ってきたのがこちらのコーラ、そしてシンハラでございます。こちらのコーラは普通のペプシですね。僕ペプシ好きなんですよね。でこれなんかね、ちょっと何かわかんないんだけど、ラズベリーフレーバーって書いてある。ノーシュガーペプシラズベレーバーって書いてありますねちょっとわかんないけど、ラズベリーですね。ラズベリー、ちょっと待って、こうすればアップ、あ、いいねいいね、ラズベリー、あとこいつシンハラ。以前シンハーは多分レモンソーダを頼んだんですけど、今回はシンハーの梅レモンソーダゼロシュガーでございます。ゆっくりどうですか、見えますか、シンハーですよ、こいつがシンハーが見えますね。じゃあこいつをいただきます。はい、いきます。プシュッといきますよ、プシュッとプシュッといきます。爪がないからちょっと久々にプルタバ開ける。うわー、めっちゃ梅の香りすげー。以前はレモンソーダとか言ってましたけど、今回は梅レモンソーダだからね、梅ですからね、梅の香りがするよって外国人も言ってます。梅レモンソーダゼロカロリー、100本飲んでもゼロカロリー。うまいけど炭酸だから腹パンパンだわコカコーララズベリー味もお前飲めよって話でしょね、こっちのシンハ飲んで腹パンパンだわとかじゃなくて、こっちも飲めって話でしょ。飲んでどんな味か伝えろってことでしょ。飲みまーす炭酸なんだよ、もう飲みたくねえ。うわ、ラズベリーだ。こっちはね、ほんのり、このシンハはめっちゃ梅の香りすごいんだけど、こっちはラズベリーの
あ、ラズベリー香ってんじゃんって感じの香り。ラズベリーかなみたいな。だあの、こっち梅はさ、その扉を開けてくる梅ちゃんが、バーン梅ちゃんですけどとかって言ってくるの。お、びっくりした梅ちゃんかみたいな感じ。もう梅ちゃんだびっくりした、ちょっと梅ちゃんびっくりさせないでよっていう感じで梅ちゃんが入ってくるんだけど、こっちのラズベリーは、コンコン。あ、まあ、ノック2回だと取れたんだってね。コンコンコンっていう3回ノックして、なんか、失礼しますって言って。はい、どうぞ。ぐらって。あ、ラズベリーか。みたいな感じ。もうダメだよ。キレもないよ、俺は。あー、もう疲れちゃった、今日。めちゃくちゃ疲れたよ、今日は。飛行機に、多分7時間ぐらいかな。乗ってましたね。時間が全然進まねえの。で、途中トイレ、あの、飛行機乗る前に1回。で、トイレ、飛行機乗ってる間に1回。そして、降りてもすぐに1回。今日は、お昼ご飯と夜ご飯を食べました。わずか2時間の間に。そして、このコーラも飲み。そして、このシンハーも。これシンハー半分飲んだからね、今ね。結構飲んでます、シンハー。いや、でも、あの、ちょっと炭酸飲んでるのがまずいだけで。あの、本当に水分はめっちゃ持ってかれる。超汗かいてる。なんだかんだ言って歩くし、しかも気温が28度とかなんですよ。今夜の23時だよ。11時。夜11時なのに、まさかの気温が28度っていう真夏日和だからね。これで、このタイランドっていう国は涼しいねっていう国だからね。いやもうなんかやっぱ環境の変化と、あと、たかが2時間なんだけどね。たった2時間ですよ、時差。たった2時間なのに、すげえ疲れるっていう。雑になってるでしょ、いろんなものが。ね、あんなさ、このね、一個前の、一個前っていうかさ、他の動画では多分、しっかりとね、ちゃんと、ここがこうです、ここがこうです、じゃあここに来ました、じゃあここはこう、どうでしょうかって言って、一生懸命頑張ったのに、今もう完全にゆるーく密着型になってるっていう、YouTube の方針をね、変えました。てか、あのね、僕、大間のシネマレビューの方力入れてるから、もうこっちの動画の編集に時間を割けないっていうのが正直なところなんですけれどもね。ただ、旅の記録だけは残したいっていうね。そんだけでございます。ちゅうことで、第1日目終了でございます。もうこのまま僕は寝ます。そして、明日、常夏ビーチ、パタヤビーチでございます。ね、あの、巷で噂の男の誘惑、快楽に全振りした街と言って言われてますけれども、僕はそこではなく、ビーチ、海、あの、めちゃくちゃゆっくり時間が進んで止まってるんじゃないの時間がみたいな。The World! って感じの、そういう場所に僕は行きます。そこで、ちょっと、あのね、行けたらなんですけど、乱島っていう島の方に行って、ちょっと常夏ビーチを精一杯、目一杯楽しむ。だから動画としては、本当に面白くない瞬間をたくさん経験していきます。ということで、本日はおやすみなさいませ。また、明日！